NHK 総合で放送中の海外ドラマ海外ドラマ DOC ドックに明日へのカルテ毎週日曜あと11時の第2回家族が今日24日に放送される。イタリアの病院で医長を務めていた実在の医師で作家のピエル・ダンテ・ピッチョーニの実話を元にした小説に着想を得て制作されたオリジナルドラマ。12年間の記憶を失ったエリート医師の愛と再生のドラマの物語。主人公はミラノのアンブロシアーノ総合病院の内科医アンドレア・ファンディ。医長として大学教授としてエリート街道を突き進んでいたアンドレアだったが、医療ミスで息子が亡くなったと信じる父親に銃で頭を撃たれ、過去12年間の記憶を失ってしまう。最愛の息子マッティアを亡くしたことも、妻と離婚したことも、同僚のジュリアと恋人同士だったことも覚えていない彼に残っていたのは、患者のために最善を尽くす12年前の志だけだった。アンドレアは医者未満の DOC ドッグとして内科で働くことになる。